金火山の登山道から男性2人が滑落。1人が意識不明の重体です。今日午前7時45分ごろ、岐阜市の金火山で、グループで登山に来ていた男性3人のうち、2人が登山道からおよそ10メートル下に滑落しました。この事故で名古屋市に住む男子大学生が頭を打って意識不明の重体。 無職のの男性が顔をを切るなど負い救急搬送されました事故があったのは、金華山の登山道の一つ、瞑想の小道で、頂上付近は険しいものの、比較的なだらかな初心者向けのコースだということで、警察が詳しい原因を調べています。